おお、マルエ、やっと来たか。心配していたんじゃよ。おじさん、持ってきました。おお、ようやったろう。どれどれ、じゃあ、約束のものを。これじゃ。盗まれたり、食べられたりせんようにな。ちゃんと、おじいちゃんに渡すんじゃぞ。コロギせんべいをもらった。はい、必ず。マリオさん、ありがとうございます。これで、おじいちゃんも喜んでくれます。引き続き見張ります。さてと、こっちか。ケロケロ、キノケロ水路。ここが入り口なんですけど、おじいちゃんはベロームが出るから怖いぞって言ってました。僕はちょっと怖いです。あ、流れないのか。ここか。土管の入り方、読む、知ってる、読む。土管に乗って十字ボタンを下押せば、その土管の中に入れます。十字ボタンを下に下ろすときは、他のボタンも一緒に押したままだと入れません。自分が出てきた土管にもう一度入るには、一度降りるかジャンプして乗り直します。 OK。もうこっちに街もあるね。で、ここネズミ、ネズコウ、ここ、あ、ネズコウいっぱい。あ、ここ無理なんか。あのネズコウのとこ行かなあかんね。あ、違う、上がれないじゃない、上がれないじゃない。ここどこ？なんじゃこりゃ。あ、イミッキュや。ゼロ。この。炎の壁。Thank you。 炎の壁。タイミングが難しい。 OK、 来た。フラワーセット、変身防ぎバッジを手に入れた。やったぜ。なんかいっぱいおる。
トンベリみたいな怖い。聖水、聖水やって。どっから戻るん？上がられへんの？どっか上がれるとこはあるのか？あ、ここか。あちゃ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 。かわいい、ぷくぷく。あ、テレサ。お、よし。ああ、なんかおるよ。何あれ。58。逃げた。お、レベルアップ。マーリオのレベルがアップ。魔法攻撃も上げたいけど、今魔法そんな使ってないからな。お、スーパージャンプ。とりあえず攻撃上げとこうか。スペシャル消費フラワーポイントが7、魔法の強さが45。踏みつける直前にボタンを押すと連続で踏み続けられる。ほうほうほう。あ、よいしょ。あそこ入りゃよかったのか。そしてここじゃねえな。お、どこに行くんだ。じゃあ上がれるじゃん、ここ。あれ、ああ、ああ、ミッキーでしょ。テレサ、テレサ、テレサ。さて、スペシャル。何考えているの？消費フラワーポイントが1、魔法の強さを特になし。モンスターの残りの HP が分かるんだ。ボタンを押せば敵の考えまで。へえ。まあまあ、これでいいか。ここか。
れ戻ってきた？あ、落としちゃった。下触っていいのか、ここか。あれ戻ってきた気がするぞ。あれこの下に行かないといけないんだろうな。どこだったっけ。あ、そっか、そこに、ああ。理解した。そういうことか。さっきの部屋に行かないといけないから、ここか？ここだ。邪魔だよ、君。水の抜ける音が聞こえる。ああ。わあ。悲しい歌。聖水使って聖水返ってきたわ。ぽよん。あれ、そこまで戻されるかな。とりあえず一回さ、あああ。あれー、なぜだ。ここ。わあ。わあ。一回戻ろうか。あの上にはどうやって上がるんだろうな。あそこの上がり方がわからんな。どっかから来た覚えがないから仕方がないか。こいつがベローム？はーれーまー。お前たちは何しに来たんだ。食べちゃおうかな。はあ。12か。なんだな、白くてふかふかしてかわいいんだな、気に入ったんだな、舐めちゃうんだな。やめて。
何考えてるの？412。はあ。ファイヤーボールでもいいか。44。そんなやな。もう我慢できないなら、いただきまーす。あー食べた。50か。なんだな。チュンチュン鳴くスズメが嫌いなんだな。カカシになってほしいんだな。カカシスモックはそれはやばい。あぶねえ、ミス。早く返せよ。お、出てきた。あー、びっくりした。カカシスモック。あ、ちゅん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 、あれまあ、それぐらいだろう。90か。なんとかなりそう。9。もう我慢できないんだな。いただきまーす。あらら。オッケー。はあ、びっくりした。なんだな。最初に言うの忘れてたんだな。オイラがどいたら水が溢れるんだな。ベロベロバーハイなんだな。コイン40やった。なんだペロームのやつ、水が出てくるなんて言ってたけど、空っぽじゃないですか。え、なんだこの音。大変です。これは水が流れてくる音ですよ。あのスイッチを早く元に戻さないと。あれワイン川下りにようこそ。説明を聞きますか。じゃあお願いします。まずは滝のコースからスタートです。十字ボタンをうまく左右に動いてコインを集めてください。 B ボタンで何度か押すと少し上に上がれますよ。滝の途中にはいくつか穴が開いてますが、何か起こるかは入ってからのお楽しみ。それではスタートします。かわいい。さあどこへ。ぽよん。どっちだ。やった。お、ああ入れない。もうちょっと、無理か。諦めよう。さあ、なんだありゃ。オッケー。
よよよよよん。続いていよいよワイン側コースです。説明を聞きますか。説明聞く。ここではタイミングよくジャンプしてコインを集めてください。次に樽が見えてきたらぶつかる前にジャンプします。うまくいけば飛び乗れます。そのままジャンプをしないで次の樽にぶつかるとコースが変わります。それではスタートします。コースの途中で魚が出てきたら飛び越えてください。ぶつかるとコインを落としてしまいます。全然取れない。あー逆だった。じゃなかったか。危ない。ない。あなんでよ。ちくしょう。ちくしょう。こんにちは。あなたの取ったコインは31枚。コイン川下りで取ったコインはカエルコインと交換だよ。初めての人は特別サービス、1回目だけコイン60枚でカエルコイン1枚と交換するよ。あ、そうそう、カエルコインっていうのは緑色のコインのことだよ。詳しいことはケロケロ語で聞いてね。取ったコインは31枚だね。ちょっと足りないみたいだからこれは預かっとくよ。またやってね。バイバイ。あ、そうそう、これ流れてきたの拾ったからあげるよ。のこのこコーラをもらった。ありがとう。